ハンマケの本家の半間岩先生です。人間という生物はね、私人間の、ね、生物なんだけど、人間というのはもう本当に頭悪い生物です。とにかく学校の勉強はテレパシーでカンニングするしか卒業できない。義務教育も卒業できないんですね。大学も全部カンニングしてるんですね、テレパシーでね。で、自分で何も勉強しない。上にまあ、それは各自なんでいいんだけど、それでね、ライオンになって仲間からテレパシーでね、情報を聞いて、こっちに頭のいいような話をしてね、自分だけで話してるんだというような、ね、私と同じようにね、で、話すわけですね。で、本人はただの、アナウンサーであってね、バックリンなんですよ。意味は教わってるわけです。バックで、ね、団体からね。それで、自分一人で話してるということで見せて話すわけですね。で、単独で全く無能なんですけど、で、全員そうなんですね。人間ね。で、それで、人間の給料なんてマイナス100円以上ですよね。マイナス、どんなに一生懸命働いてもマイナスですね。だから、で、私の給料は人間全員よりか多いですね。ただ、人間の場合、給料マイナスだから、ね、人間全員だったらマイナスになっちゃうんですね。だから、人間と比べられませんけども、で、上の生物だからね、全然、問題外なんですね、人間とね。それで、人間が人数多いから、今のところ責められて、世界一億万長者なんだけどね、上の生物だからね、宇宙で一番金持ちなんですよ。ね、で、そう、団体がいるのと、一番問題はね、人間よりか頭のいい宇宙生物の敵が人間をね、ちゃんとは、攻撃者として働かすんですね。人間の知能だけだったらまだ楽なんだけど、僕と同じぐらいまでの知能の敵の宇宙生物がいるんですよ。それが人間に知恵を与えて私に攻撃するんですね。それが大変なんですね。で、ここではね、昔はね、生き返る装置、石棺という装置持ってたんだけど、ないでしょ。だから殺されたら死んじゃうんですよ。ね、スターゲート出てくるようにね、生き返る装置、石棺っていうのはをね、地球と太陽を守る前に私は発明して作っていてね、で、宇宙戦争で破壊されて命も取られてね、生き返られなくなったんですよ。それで地球と太陽を育てて、今現在人間の体から生まれてね、人間の上に成長しようということでね、エレクトロニクスの発展とかね、を私が生まれてくる前にもう準備してね、私が勉強するためにね、用意したもんなんですね。今の技術、科学技術とか全部そうですね。私が勉強す、子供生まれて変わってくるときに勉強するためにね、殺されちゃったんでね、子供からまた生まれてるわけですよ。それでね、でありましてね、で、人間っていうのは、盗んで生きる生物ですから、肉食生物なんですね、道具を使ってね。で、話すこともできない、聞くこともできない生物なんですよ、何も話しても。団体でね、分かるかなという感じで。で、ね、で、個人で話されたらめちゃめちゃでね、全くダメなんですね。団体で結集してもね、とんちん、意外と無能ですよ。だけども多少は意味がある場合があるからね。で、あと、大勢ですから力持ってるからね、嘘だろうと、その流れでうまくね、避けないと危ないでしょ。私一人でやってますから、上の生物はね。で、宇宙人仲間みたいなものはいますからね、最悪の時はまた力借り
でありますけど、あまり揉め事で力使っちゃいけないですよ。だから私の一人だけの力で防御する範囲でね、揉め事を抑えないといけないわけですよ。私はあまり力つね、持っていくと今度どんどん広くなって宇宙生物とまで喧嘩になっちゃいますからね、上のね。ということでね、人間はね、とにかく悪さでまた上の知能の生物から、悪い生物から頭借りて、ね、私のところに攻撃したりとかね。とにかく人間はもうパークリンですからね、普通の猿とかライオンとか噛んないです、全く。で、まだあっちの方がいいです。道具使わないで我慢して生きてるわけですから、向こうの方がもっと利口かもしれない、利口でしょうね。猿とか野生にいるね、動物、あんまり使わない動物ね、はちゃんとマナー守ってるから、もっと利口だと思うんです。人間よりか利口だと思うんですね。で、人間の場合は、ただね、脳を移植するだけですね。宇宙生物からね、その通りに動くと、だからロボットみたいにして、ちゃんとその宇宙生物の上の生物の頭の言う通り動いて、その通り話すんです。だから同じに利口に見えるだけなんですね。いざ人間は誰もそのライオンとか下ね、にブル。牛とか同じぐらいの頭です、ほとんど。だけども盗み、例えば私がね、教えたことのパテントでね、暴れたりとかね、で絶対自分たちが考えたとかしか言わないし、自分たちのものとしか絶対聞か、実際の話は全然聞かないですね、地球内。ただ宇宙全体で動くとね、それはバレちゃいますからね。で、あんまり言ってると、それに対して対応して宇宙生物にこのこと